戸が熱く燃えた。 J リーグ YBC ルヴァンカップ八戸対鹿島の一戦、激闘の裏側に隠された物語を紐解きます。今 どんな心境ですか？ガチガチますよ。どうすか、いよ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 鹿島戦ですよ。どうすかって鹿の角必勝るんだよ今日。どんな内容でもいいんで、勝ちます。もう結果が全て。鹿島っぽい発言ですね。フライフーズスタジアムで J1 クラブが試合を行うのは初めてとあってチケットは完売。4844人のサポーターが詰めかけました。J1 の鹿島アントラーズが来るっていうのは どうなんですか？すんごい嬉しいです。どんなプレー見たいですか？得点を、得点のシーンとか、そういうところを見たいです。満員の中で、試合をする選手が羨ましいなと思いますし、これを続けれるように、頑張っていきたいなというふうに思ってました。はい、多くの観客でスタジアムが埋まりました。こちら緑のバンラーレ八戸、そして赤の鹿島アントラーズ、スタジアムの雰囲気は最高潮です。まもなくキックオフです。大観衆が見守る中、いよいよ歴史的一戦の火蓋が切って落とされました。八戸は格上を相手にしても全くひるみませんでした。箕田選手はこの気迫がこもったディフェンス、そして雄たけび。すると前半25分、音泉選手が高い位置でパスカット、相手を引きつけ一旦預けて跳ね返りをシュート。こぼれ球に詰めたのは柴田選手。柴田選手の値千金のゴールで八戸が先制に成功します。先制ゴールの起点となったのはこのプレー。一見相手のパスミスのようにも思えますが、ボールを奪った音泉選手に聞くと、あれってあそこなんか駆け引きしてたんですか？そうですね、読んでたっすね。どんな感じだったんですか？まあ、ファーストプレーめっちゃ最初のプレーなんですけど、はい、サイドバックのやつがこう右で持って、うん、右で出したんですよ、うん、それじゃあのシーンの前ってことですか？そうっす、もっと前、一番ファーストプレーです。それも取ったんですけど、自分取ったとか足に当たってくれるんですけど、はいはい、だからこいつ多分こうやって右で持って、うん、右に出すなって思ったんで、うん、あの時ちょっと止まってて、あめて出した瞬間に、はいはいはい、ギュッて左やったら、うん、取れて、おお、じゃあもうその前のプレーの方からもうデータ収集をしていて、そうですね、それがあそこでハマったという。そうですね。歴史的ゴールは音泉選手の観察眼と駆け引きから生まれたのです。試合は八戸がリードしたまま後半へ。残り時間は10分を切ります。しかし37分、日本代表経験もある安西選手の技ありシュートで同点に追いつかれます。その後両者譲らず試合は延長戦へ。迎えた延長後半3分、知念選手の強烈なシュートが八戸ゴールに突き刺さり、鹿島が勝ち越し。八戸は敗れたものの、格上鹿島を相手に堂々と渡り合いました。見事逆転勝利を収めた鹿島ですが、選手たちがサポーターの元へ挨拶に向かうと、試合内容に納得できなかったサポーターはブーイングで叱咤激励。決勝点を決めた知念選手も、こういうちょっと、まあ情けないというか、まあそういうゲームをしてしまったということは、本当に申し訳ない気持ちであります。
常勝軍団が求めているもの、そして求められているもの、それが垣間見えた瞬間でした。鹿島のポポビッチ監督は八戸について聞かれると、力強い戦いができていたと思います。逆になぜこの戦いがリーグ戦でできていないのでしょうか。このインテンシティで戦うことができればもっと上位にいるチームだと思います。八戸に対する激励は鹿島サポーターからも。ファンの皆さんの後押しとか声援の大きさとかっていうのはすごい今日力になりましたし、まあ、その分結果で本当に返さないといけないなっていう気持ちが今日含めてすごい思ってます。いやもう率直に悔しいですね、はい、会場かなりお客さん入る雰囲気での試合となりましたが、そのあたりいかがでしょうか。そうですね、鹿島サポーターもすごくて、なんとかこうホーム持ってかれないように自身のプレーでなんとか駆けつけてやってやろうかなっていう気持ちでいました、はい、今日多分初めて来たとか、はい、普段見に来ないけど見に来たって人もいると思うんですけども、その人たちも楽しめた試合じゃないかなと思うんですが、そのあたりどうでしょう。そう思っていただけたら嬉しいなっていう限りで、はいはい、まあ、今後とも鹿島とこう八戸を応援してほしいなというふうに思います。変わって明治安田 J3 リーグゴールデンウィーク2連戦3日はアウェーで松本と対戦。0対0で迎えた後半9分、永田選手がこの位置からミドルシュート。左隅を狙いすましたシュートで先制に成功。この後同点に追いつかれますが、23分、八木下選手のクロスにまたしても永田選手。永田選手の2ゴールの活躍で八戸は9試合ぶりの勝利、待望の今シーズン2勝目を挙げました。そして中2日で行われた6日の岩手戦、先制された八戸でしたが、前半33分スローインからの素早いクロスに八木下選手が飛び込んで同点。後半7分には柴田選手が奪ってそのままシュート。奪ってからゴールまでわずか2秒、電光石火の勝ち越し弾。さらに18分、永田選手が2試合連続となるゴール。43分には佐々木選手が今シーズン初ゴールでとどめを刺しました。4対1で快勝した八戸、連勝で順位を15位まで上げました。ホームでなかなかサポーターの皆さんに勝利を届けることができてなかったんで、今日こういう形で勝ててすごい嬉しいです。明日は天皇杯青森県代表決定戦、ヴァンナーレ八戸対ブランデュー弘前の一戦がプライフーズスタジアムで行われます。リーグ戦次のホームゲームは来月2日、スウェーデン金沢を迎え撃ちます。試合前日と当日の2日間、プラスタでは第2回ラーメン万博を開催。両日とも元日本代表バンドリュージュさんが来場しますよ。ぜひお出かけください。最後はキッズチャレンジ。先週に続き今回もキック的当てに挑戦です。ボールを蹴って3つの的を狙います。チャンスは5本、パーフェクトならヴァンナーレ八戸のホーム戦チケットをチームメイト全員にプレゼント。今回の挑戦者は小柳 SSS の山上健生君、サイドチェンジのキックが得意なディフェンダーです。ボール3つ当てれるように頑張るぞ。さあパーフェクトを狙うためには大きな鍵を握る1本目、どんなキックを見せてくれるのでしょうか。ギリギリのところで的をかすめ、見事1本目成功。これは幸先の良いスタートとなりました。
この勢いを2本目につなげたいところです。なんと2本連続的中。安定したキックを見せています。残りは3本。これはパーフェクト達成の大チャンス。これは惜しい。わずかに的の右上を通過。しかしキックの精度は高い。まだ2本あります。出るかパーフェクト。4本目です。いやーこれも惜しかった。今度はわずかに左。さあ泣いても笑っても次が最後。ラスト5本目。少しプレッシャーがかかったでしょうか。しかし終始素晴らしいキックを披露してくれました。バンダーレ八戸のホーム戦チケット3人分ゲットです。